はい、こんにちはくんです。ということで、こちらを見てください。この、50本の棒だけの世界でサバイバル。今回は、やっていこうと思います。これ、一応ネザーいけるか。いや、いけねえ。これ、ネザーいけねえわ、これ。1、2、3、4、5、6。ネザーはいけません。ちなみに、6個しかないんで、溶岩が。だから溶岩足りなくて、ネザーはいけません。ネザー行くの想定してないよね、これ。足りるはず。え？あ、深さがあるのか。中身が詰まってるからいけるみたいな、この。あー。はい、一人一マスの世界なので、責任重大だからな、暇人。この木の人責任重大だよ。チルの暇人アリエヌ。あれ、ここいない？じゃあこれ、ここ俺がするか。マジ責任重大だよ、この木の担当の人。ワードも。ここの人はトロールしたら終わるからね。配置次第で初手積みあり得る。マジで初手積みあるんで、本当に気をつけてください。50本の世界。右のなんか、ふざけた犬は何？その右にいる50本の今の、ちょっともう一回出してくんない？それ。今の何？今ちょっと疑問があるよ。それ何ですか？それな、いや、この50の横のやつなんだよ、これ。当たり前のように配置すんな。10本アニメか。よし、行くぞ。はい。それでは皆さん、サバイバルになります。はい、気をつけてください、皆さん。いきますよ。じゃあ、どうぞ、亀下くん。スタートー。マイパワー。ん？ OK。で、ちょっと待ってよ。苗は出ませんでした、ちなみに僕。はい。何名か死にましたね。なんでこんな死に続けんの？お前らバカなの？なんで死んだ？苗出た人いる？誰か。苗出なかった。ない。もしかして苗ない？GG かこれ。どうすんのこれ。木が有限になった。いやいやもう木有限でやるしかない。俺のとこ鉄当てちょっと待って。一旦、ちょっと、集まろう。全員。マジでトロールなし、これは。マジでトロールなしでやります。鉄があったのが、どこ？1マス出て鉄ある人。鉄マある人1マス出てください。横に。横に1マス出てください。誰ですか？今鉄あるって言ったの。MF か。違うよね。ゴリラビさんの下の方に、あ、サキちゃんの下にあるな。あー、ゴリラビの下にもあると。さあ、どうしようか。まず、ピッケルを作って、石ピッケルを作るから、石ピッケルでゴリラビのところ、ちょっと待って、ゴリラビのところに俺は行こう、まず。小太郎が苗木ガチャしてる。出なかった。はい、有限になりました。はい、木は有限です。この段階でネザーまで行かなきゃいけません。待って、暇人、ちょっとずつこっち来い。ちょっと待って、ここマジで大事、これ、原木。本当にトロールが許されない。ここに置くか。で、ゴリラビちょっと動かないで、ちょっと。若干怖い。木のピッケル、一個作ったから。さきちゃん、ゴリラビの下。よし、ゴリラビの下掘るか。これさ、帰ってこなきゃいけないのもしんどくない？これ。結局。鉄一個入手。で、どうするか。こっち予想に行きたいな。それぞれのところで鉄入手しな。できる人。キー持ってる人が。バカ！うわ、トーマス最悪！あ、ゲームオーバーだ。ああ。おい、ゲームオーバーだぞ。最悪、あいつ。ちょっと、お前らちょっと全員死んでくんね、ちょっと。死んで、ゲームオーバー。ちょっと待って、マジでゲームオーバー、これ。もう一回、これ。で、木あんだけロストしたの結構最悪だよ。ちょっと待って、ちょっと、バンしとこう、ちょっと。トーマスバンしたから、ちょっと、これでもう一回やらね。もう一回最初からやんね、これ。トロール勢はバンしてもう一回やろう。コンティニュー？イエス。トーマス誰かに押されたらしい。多分どうせつぶがいだろ。つぶがいバーンする。これでいける。コンティニューしよう。
ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、バンする必要ないんだ、これ、そもそも。近づかなければいいだけだから、死んでもらえばいいだけだから、バンする必要ないわ。キー一箇所に全員で集めるか。全員同じところ行った方がいいな。マジでトロールなしにして、ちょっと、本当に。本当にトロールなし。トロールしたらマジ、毎回やり直しになるから。まあ、丸石製造機とかまではいらないんじゃないかな。真横通るだけで人落ちるから集まるの危険だと思う。少なくとも資源を受け取って、上のダートを受け取ってっていうリレーをして、道幅も広げた方がいいと思う。1マスのマスはやめて、2マスの感じでするか。はい、全員配置ついてくださーい。ちょっと俺でかい木行こう。それ2人被ってる。ノルノルさん隊被ってる、それ。F5 で確認した方がいいかも、自分の位置。土全部掘ったら隣に1マスずつ広げて、あとは横に広げるとか、まあそれでいいんじゃない？とりあえず1つつなぎにして、あとは横につなげるみたいな。それで行こうか。俺端っこからやっていこう。いいっすよー。バイバーイ。よし。で、これで、両兵。カエルくん？ダメな、あいつ放置してる。こう、繋がなくていい、こっち側。カエルくんいたわ。カエルくん、ちょっと待って。何してんだ、お前、バカ！貴重だぞ。よし、ジャンプして飛んでこい。ジャンプして飛んでこい。オッケー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 。で、できるだけ道作んない方が多分いいから。とんがりやめ、とんがりやめ、とんがりやめろ、とんがりやめろ、とんがりやめろ。削るな、削るな、削る意味ない、削る意味ない。それ。とんがり削ってるから、どうしよう。とんがりこれ、後で迎えに来よう。これ無理だ、これじゃあ。多分、資源が無駄になる。両兵、一個上に、積んで。それ、ジャンプでいける距離か。とんがりやめろ、とんがりやめろ、それ資源取れないから、資源が全どんどんなくなるから、とんがりそれまでやるとまずい。だから、ピッケル入手するまで、ちょっと待った方がいい。さきちゃん、さきちゃん、なんか、行くんだったら行ってくんね。え？は？は？え？え？え？どういうこと？行くってどういうこと？え？行くって、死ぬってことを行くって解釈したの？え？え、そんなことある？まだ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 、エムスまだ来んな、エムスまだ来んな。よし。まだ向こう行こう。一緒に。木を一箇所に集めよう。せんやくん、トロールすんな、トロールすんな。動き回んな、動き回んな。ちょ、倉持、動き回んな、動き回んな。おい。ちょ、ダメな、あいつ。ちょっとバンする、あいつ。バンした、オッケー。トロール許さないから、ちょっと今回。せんやくん、横に一マス広げて。これ横に広げたわ、横に広げたわ、そろそろ亀先のところ。ここら辺で横に広げよう。ここで横使いな。で、まだいいのあるね。ナイス。ちょっとピッケル欲しいかも。ありがとう。亀先ピッケルくれね。ちょ、イカを来ないで。なんかダメだな。せんやくん、ちょうだい。なんで俺取れねえんだ、いつまでも。え、やばくない？これ取れないの。え、取れない取れない、マジで取れねえ。呪いかかってっかも。よし。これさ、結局さ、掘ったところで意味なくない？これ全体を下に下げていかないと結局戻ってくるっていう行為をしなきゃいけないから、同じ量を使っちゃうから、多分バケツな気がするな、多分。バケツを何としてでも早く作んないと、階段ならいけそう。別のレーンに行くか。別のレーンに行って掘りながら上に上がるって感じ。木はもう量産できそう。え、ね、そんな体勢に入ったの？木の量産体勢とか。あのさ、ワードさ、木くれね。あと、あれ欲しいかも。作業台とか持ってる？ないか。ある。一番隅っこで増やしてる。ナイス。ワード、ちょっと待って、来ないでね。ちょっと、一回こう削るから。鉄がある場所。ここ、鉄ないな、多分。ハイハトー、ちょっと邪魔だな。ありがとう。どっか鉄がある場所。ここありますよ。ここってどこだ？あ、そこか。オッケー、軽く戻るわ、俺。
とんがり、ちょっと、どうしよう。いや、これは、オッケーオッケー、火打ち石ゲットした、火打ち石ゲットした。これでかいだろ、火打ち石のゲット。端っこ広くて相当快適になっちゃう。端っこ行くか、その、まず、鉄だな。その、カエルくんの言ってた、鉄のありかを。どこだろうな、鉄。どこに鉄があるんだろう。あっち石炭でしょ。まだこっちか。え？カエルくんどこ？あ、そっちね。オッケー、了解。一個無駄にしちゃったな。もう一個先。あ、ここだ、目の前か。よし。ここに来て、こいつを作る。よし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 。ちょっと待って、これ貴重だから、めちゃくちゃ。ちょっと待って、超慎重に取ろう、これは。めちゃくちゃ慎重に取ります。これなら、弾け飛ぶことないはず。確保確保確保、鉄確保した。よし。あと戻るか。トーマス鉄持ってる。オッケー。ちょっと上行きたいけどこれ。行けねえな。あそこの石炭欲しいな。石炭取り行くか。2鉄ダイヤ2ある。マジ。ちょ待って、ユード待て。どうしよう。ユードそのまま掘っていいよ。俺。あっち、マースくんがそこの下でダイヤ見てんのか。オッケーオッケー。ちょっと、どんな感じになってるかちょっと一瞬見ていい？これ。おー！なんかアリノス飼育キットみたいな。あ、なんか量産してる。量産活動してるそこ。ここ強いね。もう最強じゃん。よし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 。いいぞいいぞ。とんがり MS 良平、ちょっと逆側寄ろう。多分逆側に寄った方がいい。で、ちょっと待って、俺が言ったのは、ユードのところ戻るか。確か俺ここだな。ここだよな。うっす。やかね？丸石ある？ないか。丸石の量をちょっと確保して、先行っていいよね、俺。なるほど、こういう弊害があんのか。誰かさ、かまど持ってる人いる？かまどはまだ作ってないか。あるよ。ここ。丸石 46K あり。え、4600？ え？そんなバカなことある？46個か。あ。おー、いいところに。よかった。ちょ、鉄。追加で入れるわ。よし、これでバケツが作れると。よし、無限水源でさ。いやでもどうだろう、溶岩取りに行くのしんどそうだな。この下か。溶岩取ってきて撒いてみ、だから無限水源をまず作った方がいいのか。今階段作ってます。了解。ちょっと待って、ごめんね、ちょっと通るよ。あれが欲しいね。無限水源取るべきだね、これ。作るべきだね。なになに、どうしてだ。あー、あるのね。ちょっと俺、これで、これ全部木にして、無限水源作るために、水取ってくるわ。誰も水取り行ってないよね。俺取り行ってくるよ。危な。入れといた方がいいね、これ。ハーフブロックの方が島のコストいいかも。あー、確かに。ちょっと、ワド、ちょっといい。ワド、溶岩持ってきてるくんね。俺、水取ってくるから。取るよー。まあ、そんなになんか、もう、あれは節約しなくて大丈夫そうだね。よし、来たぞ。よし、水回収に来ましたー。よし、水回収。無限制限上に作るわ。ふぅー。危ねえ、大変ごめん。押し出しそうになって今。溶岩1個回収。ナイス。いいぞ。
あ、なんか階段できてる。神。何その階段。熱いね。ちょ待って、いらない、神様。ちょ待って。落ち着け。どうやって上行くこれ。本当はこれ、あれにするべきだな。なんか、ちゃんと、2マスにすべきだな、これ。あ、ちょ、うん、これは大丈夫か。OK。で、無限水源ここに作ります。よし。で、燃えさせない方がいいよね。ちょっととんがりその左手に持ってるものなんとかしろ。OK。よし。で、丸石欲しいな。マグマ付近整備してるからここでゲート作ろう。マグマ付近で作る。なんか上の方が良くない？絶対ネザーもなんかあるからさ、行きやすくした方がいいと思うよ、なんか。マグマ往復が結構きつい。なんでなんか、なんか消えてね、なんか。無限水源。なんか消した？これは大丈夫。あ、大丈夫なのか。あー、それにしたのか。あー、ウォーターチャレンジで見た。いらんことするやつ。溶岩、まあ、じゃあ行くか。じゃあ無限水源、じゃあそっちに作るか。もう一個。はい、あと、どこ？あっぶな！は？いらねえ。やめろ。MF も、じっとしろ、怖い。やめろ。殴るな。こんな天空で殴ったらやばいぞ。ちょ待って、はい、あと。この、まず無限水源を作ります。おい。OK。で、どこで作るか。これで作る。よし。とんがりきてんの怖えな。なんか大丈夫かな、そいつ。悪さするなよ、悪さ。これでいけるはず。はあ、姉さんいけるぞ。よし。鉄一個余ってたりする？持ってこないとない。一応火打ち石だけは単体はある。鉄はないか。ちょうどそこに。ちょっとどいてろ。マジ。頑張れ、ともり。採掘して戻ってこい。一個でいい。とんがり、戻ってこい、とんがり。とんがり、ダメ、やめろ、とんがり、やめろ、無理するな、とんがり。落ち着いていけ。落ち着け、とんがり。そう。で、後ろに、これに入れよう。よーし、いけ。怖えー、とんがり。オッケー、これを使うか。よし、お前らゴールだ。脱出！あ、普通の姉さんになってる。おお、脱出できた！ひゃー、普通ですね。はい。GG。本当に脱出できた。脱出できて、あれ？ここも50本って落ちはなかったです。よかったですね。脱出落ち。久しぶりの脱出落ちです。ちゃんとした。いつものじゃなかった。幸せエンドじゃん、これ。なんか雪がある。作るのめんどかっただけ。この雪何？あれ？なんかここ、なんか俺たちの既視感ない？なんか、これ雪があるのおかしくない？人の痕跡がある。おい、なんか人の痕跡あるな、こっちも。なんかダート積んであるよ、なんかこの辺。なんでだ？どうして？古代文明の遺産か？さて、一体どの企画でしょう。
ということでですね、これがどの企画のネザーか、今までの過去の動画、もしね、分かった人がいたら、コメント欄に書いてください、書いてくれた方から抽選で安定をプレゼントします。はい、ということでぜひぜひ調べてみてください。ということで、じじい。